かよ。せっかくチャンスが転がってきたと思ったのに。なんかごめんね。謝らなくていいよ。優香に指摘されなくても結局状況は変わらなかったわけだし。ちくしょう。前にエソラが作ったあの清水ホールが使えたらよかったんだけどね。ホールじゃな。だからって今すぐどこかのライブハウスを建設しろとも言えないし。だね。そもそも出場条件に数年間実績のあるライブハウスに限るって書いてたもんね。そうなんだよな。はあ、マジで勘弁してくれよ。お待たせ。で、忍ぶ大丈夫？これが大丈夫なように見えるか。全然見えないね。エスラはまだ？そうみたい。いつもならとっくに座ってるはずなんだけど、どうしたんだろう。さあな。どうせまたどこかでラブリーでも振りまいてるんじゃね。こら忍、そういうことを言わない。それにしてもまさかこんな展開になるなんてね。本当だよ。喜んで大損だっての。でも今回はダメでもいいんじゃない。どこが？だってトウカさんがそういうコンテストに出場するっていうことは、前みたいにアメリカには戻らずここでまた DJ 活動をするっていう前振りなんじゃない？うん。カセマナ、タカオトーカ、あの伝説的なユニットが復活とまではいかなくても、そのメンバーが国内で活動する、これって長い目で見れば私たちも十分にチャンスをつかむことができそうだと思わない？京子の言う通りだよ、忍。これってすんごい大チャンスなんじゃない？京子の言うことはわかるけどさ、私は今勝負したいんだって。ありゃまあ、こりゃ渋滞だね。だね。まあ昨日の今日じゃ仕方ないか。そういえば忍、少し前から作ってる曲はどうなの？ああ、新曲？デモはできてはいるけど、でもなんつうか。あ、もうデモ版までできたんだ。ねえねえ、それなら私たちに聞かせてよ。いや、どうなんだろう。正直迷ってるというか、聞くのはいいけど、笑うなよ。笑わないよ。そうそう。でも忍がそこまで言うなんて、かなり挑戦的な感じに仕上げたとか。聞けばわかるよ。はい、イヤホン。わーい、京子、片方ずつで聞こっか。そうだね。それじゃあ忍、お願い。はいはい、再生するからな。もう一回言うけど、デモだからそのままお蔵入りする可能性もあるからな。どう？高尾とうか。うう、やっぱそう思うよな。うん、すごく意識してるのがバレバレだし、ちょっと忍らしくないかな。なんだか背伸びしてる感じがすごくする。やっぱそう思うよな。私も正直そんな気はしてたんだけど。まあこれだと誰だってそう思うよ。でもさ、私は結構好きかも。みんなお待たせ。おい、エソラ遅いぞ。一体何してたんだよ。ごめんなさい、ちょっといろいろと準備があって。でもおかげでみんなにいいニュースを持ってきたわよ。いいニュース？百聞は一見にしかずって言うでしょ。さあ
出発よ。学校には早退届を出しておいたから安心して。出発？はい、ピキピキご一行様到着。随分と遠くまで来たな。まさか学校を抜け出して海沿いのホテルに来るなんて。エソラン、どうしてここに？もちろんちゃんと理由はあるわよ。それじゃあスタッフの皆さん、お願いします。あれ、なんかホテルの屋上から何か降りてきたよ。あれって垂れ幕？祝ピーキーピーキーレジデント DJ 就任かっこ仮。そういうこと。実はこのホテル、昔から DJ ライブをしてたんだけど、レジデント DJ の契約が切れて探してる真っ最中だったんですって。だからぜひピキピキよって交渉してみたの。相変わらずやることが。てか、なんでカッコ仮なんだよ。オーナーさんが実際の演奏とかお客さんの反応を見ないと答えを出せないって言ってるのよね。なるほど、欲しいなら実力で勝ち取れってことね。その通り。だから今夜その勝ち取るためのライブをしてみない？はあ、今夜？これまた急な話だね。でもやるんでしょ？もちろんやってやるよ。忍がそう言うなら私もやるよ。それじゃ急いでライブのセットリストを。おお、任しとけって。絶対にオーナーが認めたくなるようなのを作ってやるよ。いいね、忍も京子も輝いてるね。ちょ、ゆか今撮るか？まったく。一時はどうなることかと思ったけど、また忍に元気が戻ってきてよかったわ。まさか私の考えた地の利を生かした作戦を、ああも見事に破るとは。さすが忍、我が最強のライバルにふさわしいですぞ。それに周りにいるメンバーも強者揃いなのだ。やはり奴らに勝つためには。お、メッセージ？誰なのだ？なになに？ピキピキと勝負したいなら、ここに来い。ほーん、しのぶのやつ、こんな場所でライブを。ふんふんふん、これは遊びに行ってやらねばなりませんな。ふふふ、せっかくレジデント DJ に就任したんだから、衣装もそれにふさわしくチェンジしないとね。チェンジってまだ決定じゃないんだろう。あれ、忍自信ないの？な、そんなわけあるかよ。みんな着替え終わった？それじゃあ3、2、1、ピーキーピーキー。やー、サイズも完璧ね。どう、新衣装の感じはいかがかしら？うん、バッチリだよ。早くみんなの前で踊りたいかも。それじゃあそろそろステージに行こうか。忍、今日も頼むよ。おお、任せろ。いきなり決まったライブだから客入りがどうなるかと思ったけど、心配なかったな。忍、この間のライブからすっかりいつもの調子を取り戻したみたい。むしろ前より尖ってるかも。客の反応も悪くない。客層が読めなくて組んだセトリだったけど、思った以上に当たりだ。よし、この調子で
レジデント DJ の座を。なんだよこれ。しのぶ？え？何？混戦？ぬわー！はっ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 は！ピーキーピーキー！お前らの演奏はここまでなのだ！この聞き覚えのある声、マジかよ。ドン！貝原みちる、参上！たった今からこの会場は私が乗っ取ったのだ！おいお前、さすがにこれは無茶だろ。心配ご無用ですぞ。このライブ対決で勝てば私がレジデント DJ になっていいと偉い人から言われたのだ。偉い人に？ちょっとなんで私を見るの？知らない知らない、本当に知らないわよ。絵空の様子からしてどうもマジで勝手な乱入っぽいな。まあどっちでもいいか。おいみちる、乱入するのもレジデント DJ の座を横取りしようとするのも勝手だけど、来た以上はこの間みたいに逃げるなよ。当たり前なのだ。しのぶ、この私もついに DJ ユニットを作ったのだ。お前が友達いたのか？失礼ですぞ。私にだって友達はいるのだ。しのぶとか、くのいちとか、しのびんとか。全部私じゃん。てか、最後のは言うな。とにかく、今日の私は一人ではないのだ。この日のために DJ 三銃士を連れてきたのだ。DJ 三銃士？どうも、DJ 三銃士です。おい、待てこら。今回は見バレが怖いということで、ボイスチェンジャーとマスクをつけての参加となっているのだ。どうも、貝原ハル、DJ 三銃士ブルーです。俺は DJ 三銃士イエロー。今日はお前らを倒すためにやってきた。遠慮は無用だ。全力でかかってこい。そういうことだね。だから、ピーキーピーキーのみんな、今日はよろしくね。僕は DJ 三銃士レッドだからね。ねえ、京子、この DJ の方々ってどう見ても、これっていいのかしら？うん、どう見てもそうだよね。どうなんだろう。てか、声を変えてもバレバレだし。それに、ボイスチェンジャー使ってるからって言っても、全員同じ声とか分かりにくいだろう。大丈夫だよ、しのぶちゃん。心配ない。なのだ。こんな感じでいいかな。ちょっと照れるね。ナイスなのだですぞ。なんなんだよ、お前ら。てか、じいちゃんもなんで加担してんのさ。じいちゃん？俺はお前の祖父になった覚えなどない。今日はお前らを倒すためにやってきた DJ 三銃士イエローだ。なのだ。いや、無理にキャラ作ろうとすんなよ。はぁ、本当に何してんだよ。くそ、せっかく会場が温まってきたと思ったのに、台無しじゃんか。それにしても、こんな入り方をしてよかったのかな。せっかくのチャンスを潰すかもしれないよ。問題ない。これもクー君の計画のうちだからな。それに、ここで負けるようでは、トーカとの勝負など到底無理だ。それよりも、相手が常連だからといって、手を抜くようなことだけはないように、なのだ。そのつもりは最初からないね。それこそ相手に失礼だし、僕
僕は全力で行くつもりだよ。まったくミチルのやつ、あの二人とも忙しいのに申し訳ない。構わんさ。なのだ、それにしても元気な目を持つと大変だな。本当に困ったもんだ。さあ、いよいよ勝負の時が来たのだ。皆の者、しっかりと頼みますぞ。ああ、任せろ。とはいえ、俺たちはあくまでお前をバックアップするのがメインだ。それを生かすも殺すも自分自身だということだけはしっかりと頭の中に入れた上で指示を頼むぞ。ごっくり。もちろんそれくらい言われなくてもわかっているのだ。いいか、ミチル、ユニットをやるってことは。三重シブルー、それ以上は語るな。ここからはミチル本人が考えて動く場面だ。我々は打倒ピキピキに向けて準備に取り掛かるぞ。なのだ。なんなのだあの態度。そう言うなら私の完璧な指示を見せてやるのだ。なんだかいきなりレジデント DJ の座をかけた DJ バトルになっちゃったけど、まだまだピーキーピーキーは終わらないよ。応援よろしく。だけほんと何考えてるんだよあいつは。でも向こうがそのつもりならこっちだって。しのぶ、なんかすごいいい顔してきたな。撮りたい、写真に収めたい。やっぱりしのぶちゃんはこうじゃなくちゃね。でもみちるちゃんをけしかけたのは一体誰なのかしら。さあ、今度はこっちの番なのだ。聞くのだ、ピーキーピーキー。これが貝原みちるの実力なのだ。みちるちゃん、前のライブもすごかったけど今回もノリノリだね。あいつはな、いっつも調子に乗るからすぐ小さなヘマとかするけど、今回はそれをじいちゃんたちが完璧にフォローしてるからな。でもそれってどうなのかしら。よかないだろう。自分のミスを補佐してもらってるだけで、ユニットとして互いを伸ばす方向になってないし、肝心のミチルのやつもそれに気づいてない。だけどそのおかげでミチルちゃんのポテンシャルは最大限に引き出せてるんじゃない。確かにミチルの勢いはいい。負けるつもりはないけど、このままでいいのか。セトリを変える、いや今持っている手持ちで効果的な順番はあるのか。ねえしのぶ、もしかして今瀬取りのことを考えてる？まあ少し。決めた瀬取りを大幅に変えるのは愚策だけど、でもこのままだと。そうだね、この間みちるちゃんがやったのを私たちがやる形になるもんね。でもさ忍、提案なんだけど。提案？なんだよ急に。あの曲で勝負をかけてみない？あの曲？わかった、連弾だね。違う。最頂点かしら、それともアブソリュート？それも悪くないけど、私が勝負したい曲は。ねえ、しのぶ教えてよ、あの曲のタイトル。あの曲って、おいマジか。あれってまだデモだけでタイトルも決まってないし、それにこの間聞いた時は強子。だからあれから改良したんでしょ。まあ少しは。でもこれで負けたら恨むぞ。そうはならないよ、だって DJ しのびんの曲なんだから。その名前で呼ぶなって。でも無理なものは無理だって、ほら見ろよ、
肝心の歌詞がまだ未完成だし。うん、確かに迷ってる感じが出てるね。だろ？だからもっと他のを選んだ方が。ねえ、ゆかやってみない？え？やってみないって何を？作詞ゼロってわけじゃなくて、しのぶの書いた歌詞に加筆する形でさ。え、いやいや、そんなの急に言われても。そもそも私の担当って VJ だよ。急に大きな声を出してどうしたの？うん、京子が今作ってる新曲の歌詞を私に書いてみないかって。あら、すごいじゃない、ゆか。もちろん京子も考えなしにそう言ってるわけじゃないでしょ。心配ないよ。ほら、いつかの個展で写真一つ一つに詩を書いたでしょ。あの時みたいに目の前の歌詞と音楽から出てきた言葉をここに添えてほしいの。ああ、あれね。確かにゆかの言葉選びとか結構センスが良かったものね。そりゃ書いたけど。そうだよ京子、いくらなんでも無茶が過ぎるだろう。でも本当に私がピキピキの歌詞を書いていいの？ゆうか？もちろん、だから頼んでる。京子がそこまで言うなら今回だけだからね。DJ 三銃士もよくやってくれたのだ。まさにパーフェクトですぞ。ふんふんふん、会場のお客さんはすっかり私の色に染めてやったのだ。さあ、この状況からどう動くのだ、忍。今度こそ私に負けを認めて軍門に下るのだ。行くよ。もうこうなりゃやるしかないだろう。はあ、よし、行くぞ。これ、何なのだ？ピキピキの曲にこんなのは。新曲なのか？ここで新曲を持ってきたのか。でも少しばかり粗い部分が気になるね。そうだな、磨きが足りない上に迷いが見える。おかしいのだ、あの曲ちょっとしのぶらしくないのだ。でもなかなかいい曲じゃないか。これはまたピキピキにいい曲が増えたね。そうだな。なあみちる、まあいい曲であることは認めてやるのだ。でもこんな曲を隠していたなんて予想外なのだ。なんかお客さんもそっちに流れ始めているし、このままだとまた負けてしまうですぞ。それだけは防ぐのだ。おい、ハルキューじゃなくて DJ 三銃士ブルー。どうしたんだよ。このままでは負けてしまうのだ。一体どうすればいいのだ。どうする？そう言われても、ね、忘れたのか、ミチル。俺たちはあくまでお前さんのバックアップ。指示通りには動くがそれ以外はできない。最初にそう説明をしただろう。ですぞ。けど、ことは緊急事態ですぞ。私に知恵を貸すのだ。貸してほしいのだ。みんなおめでとう。これで正式なレジデント DJ に就任できたわね。はあ、疲れた。忍ったら。ん？誰だろう。あ、
はーい。お、ナイス DJ でしたぞ、しのぶ。それにピキピキのお三方もナイスだったのだ。ありがとうって言っていいのかな。どうなのかしら。でもおかげで会場が盛り上がったのは確かね。おい、みちる、頼むから今度は普通に来いよ。わかったのだ。今度は普通に来るのだ。本当にわかってんのかな。でもこれで最初の条件はクリアしたわけだ。そうだ、ここからが本当の戦いなんだ。待ってろよ、高尾トーカー。絶対にあんたよりもすごい曲で倒してみせるからな。